ペンタプリズムもし図、ペンタダハプリズムもし図ペンタプリズムとは、一眼レフカメラのファインダーに用いられる五角柱型で斜面体のプリズム。名称は五角形のプリズムの意味。カメラ本体の上部中央に取り付けられる場合が多い。ミラーで延直方向に反射された光を2回反射させて、接眼レンズに導く。一眼レフカメラに使用されているものは、厳密には、 ペンタゴナルダハプリズムといい、五角中の側面の一つをダハ面とし、左右方向を反転させる機能も持っている。この場合、形状は八面体となりプリズム内では3回の反射が行われる。写真レンズを通じて得られる画像は、上下逆さまで左右が逆の倒立逆像であり、これを成立小像に復元するためには、上下方向と左右方向ともに2回ずつ。 計4回反射させる必要がある。一眼レフカメラにおいては、レンズ後部のミラーにおいて1回の反射を行い、残り3回の反射をペンタプリズムにおいて行う。これによりファインダー内の画像は、上下左右とも正しい成立肖像として得ることができる。プリズムの反射面は、アルミニウムや銀でメッキ、または蒸着加工されている。世界最初のペンタプリズム式一眼レフカメラは、 東ドイツドレスデンの採水コンが製造したコンタックス S である。この後継機は西側諸国でコンタックスのブランドが使用できなくなったのを機械とし、ペンタプリズムを装備したコンタックスとの意からペンタコンシリーズとなり、また後にペンタコンはメーカー名にもなった。極光学工業が当初製品名、続いてブランド名、メーカー名として使用した。 ペンタックスもこのペンタプリズムに由来する。ペンタミラーとは、ペンタプリズムと同じ原理に基づくが、プリズムの代わりに、鏡でできた装置。メーカーによって、ダハミラー、ミラーペンタとも、プリズムとの違いは、プリズムが像を1回転させるのに対し、鏡で2回平行反射させる。ペンタプリズムと比較して、特に手動でのピント合わせでは、 ファインダー像の視認性が極めて重要であるため、高級機種やマニュアルフォーカス一眼レフカメラに用いられることは稀で、ある。エントリークラスのオートフォーカス一眼レフカメラ等、低価格化と軽量化を重視した製品では、比較的よく用いられている。小林隆久著、カールツアイス P94、赤瀬川玄平著、中古カメラ大集合 P242、 ありがとうございます。